はい、誰か高輪ゲートウェイの話をしてほしいという書き込みが今ありましたけど、いきましょう。朝日新聞からいきましょう。はい、駅だってキラキラネーム名乗りたいクエスチョンマークということで、まあ高輪ゲートウェイ駅のことでしょうね。何十年ぶりでしたっけ、40年ぶりでしたっけ、山手線にね、駅が、新しい駅ができるということで、まあ確かに、品川と田町の間結構長いんですよね。歩けないですよ、あそこ。ちょっと歩けないです。普通山手線の一駅ってまあ基本歩けますわ。でもあそこはね歩けないんですよ。二駅以上ありますからね。ということで、そのちょうど真ん中ぐらいですね、新駅ができるということで、その名前がですね、高輪ゲートウェイという名前です。はい、まあとりあえず読んでいきましょう。いきます。 JR 山手線の新駅の名が高輪ゲートウェイに決まった。 JR 東日本では都内でカタカナ単語が入った駅名は初めて。ネットでは否定的な意見も目立つ。公募で下位だった名が選ばれた背景はということで、公募130位だったそうですよ。はい、過去と未来、日本と世界をつなぐ、結節点としてふさわしい名、多くの人に愛され浸透してほしい。4日の記者会見で、深澤社長は駅名への思いを語った。新駅は田町品川駅間に2020年春開業。 JR 東日本によると、山手線に新駅ができるのは1971年の西日暮里駅以来で、14年6月に建設計画が発表されると、地元活性化の期待を込めた駅名候補が次々と登場した。地名や名所に由来する高輪、江南、仙岳寺に加え、品川と田町から一字ずつ取った品田、なんだそれ、ないだろそれゆかりの落語にちなんだ芝浜、それはありだな。一帯の再開発に絡めたグローバル新都心、ダサなのが取り沙汰された。 JR 東日本は今年6月初めて駅名を公募。1ヶ月足らずの募集期間に6万件を超える応募があり、寄せられた駅名は 13,228 種類に上った。最多は高輪で、高輪ゲートウェイは36件で130位。当初から応募数では決めず、集まった全ての駅名を参考にするとしており、11月下旬に深澤社長ら役員による選定委員会で最終決定したというと。はい、ちなみに一番多かったのは高輪だそうでございます。次が芝浦、3番芝浜、4番新品川と仙岳寺が同数、6位が新高輪、7位が江南、8位が高輪仙岳寺、9位が JR 仙岳寺、10位が品田品川と田町の間だから品田って635票も集まってるらしいですよ、品田。うーん、そうね、私だったら高輪か芝浜やねああ、芝浜だったら落語業界歓喜やろうなという書き込みがありますけどね。はい、ということで続き読んでいきましょうゲートウェイには葛藤感もあるが、何に由来するのか。深澤社長が命名理由の一つに挙げたのが、駅近くに残る国史跡、高輪大木戸だったらもう大木戸でよかろうに江戸時代東海道で江戸の南の玄関口としての機能を担った。深澤社長はゲートウェイを出入り口や道と訳した上で、この地は昔から江戸の玄関口としての役割を果たしてきたと繰り返した。 JR 東日本は約5000億円を投じ、一帯の車両基地跡地13ヘクタールで再開発を進める。地上4階45階建てを含めたオフィスビルなど7棟を建設。新駅はその中核施設に位置づけられている。 JR 東が今年9月に公募したこのコンセプトも、グローバルゲートウェイ品川だ。うん、だから、そうね。まあ、高輪のあの辺というのは、まあ、江戸の町の入り口ですよね。そこにですね、高輪大木戸というのがあったんです。まあ、今はちょっと石で、なんか、跡がちょっと残ってますけどもね。まあ、かつてはそこに門があって関所みたいになってたわけですよ。でそれがですね、大木戸、まあ、立派な木の扉ということで大木戸ですよ、高輪大木戸で、大木戸をゲートウェイと、略したわけですよね。
じゃあ大木戸でいいじゃんって高輪は大木戸でいいじゃん、なんでそこ、そこを英語にすんの、だったら高輪も英語にすればよかったじゃん、ハイリングゲートウェイとかねなんで大木戸だけゲ、ね、大木戸だけ英語にするんですかね、はい、ねえ、だからほら最近ね新しいものって何でもかんでもさ横文字にするじゃん、だからね私がねいいなと思ったのは大江戸線という名称だったわけですよ、大江戸線ってなかなか古風でいい名前つけたと思いません？まあ多分ねちゃんちゃらちゃらちゃら横文字のね、名前になると思ってましたけどもねえ、発表されたら大江戸線ですからね、なか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 だなぁというふうに思いましたけどもね、そうそう石原慎太郎さんですよね、大江戸線っていい名前ですよね、あれもしなんかねハイパーリンクなんとかラインとかねそんな名前になってたら、うん、はいはいはいって感じですけど、やっぱ大江戸線っていうのはねいい名前でしたよね、あ、何石原さんの命名なの、お、そうですか、へえ、粋な名前ですよね、誰か書いてる、じゃあ何でも英語にするな、ね、ほんとそうですよ、むしろね英語にしたら新しいんじゃなくてなんか古臭く感じてしまうんだよ、今更そこみたいな思いますよね、あのね東京に住んでる外国人の中でね、あの、山手線の駅名で一番人気があるのどこだか知ってます？名前としてね高田の馬場なんですよ、なんか面白いんだよ、高田のバーバー、高田のバーバー、高田のバーバー、なんか面白いんですよこのリズムが、高田のバーバー、高田のバーバーすごい面白いらしいんですよ、高田のバーバーハマるらしいんですよね、やっぱりねそういうことなんですよね、だからねなんちゃらゲートウェイ、ゲートウェイ、なんかゲートボールか何かかなとか思っちゃいますよね、ゲートウェイ大木戸でいいじゃん、だったらもう高輪でいいじゃん、なんなら芝浜でしょうよ、はあ、なんで高輪じゃダメだったんだろうか、高輪駅ってないでしょ確か、白金高輪ってのあるけどね、あ、はい、高輪駅ってないんですよ、うん、はい、続き読んでいきますよカタカナ混じりの駅名は増えつつある、5月に発表された東京メトロ日比谷線の新駅も虎ノ門ヒルズで同社初のカタカナ名、というかさ東京メトロっていうのがさまずダメじゃん、だって以前まで帝都営団地下鉄だったんですよ、帝都ですよ、帝都帝の都ですわ、帝都営団地下鉄東京メトロ軽面白くないじゃん、東京メトロってそこに何の工夫もないよね、帝都営団地下鉄いいじゃないですか、帝都ですからね、そうそう帝都地下鉄 OK でしたよね、そうですよ東京メトロ、つまらん本当つまらんわ、はい、そして何、都内沿岸部に、2002年に全線開業し、第三セクターが運営する臨海線は全8駅のうち3駅が品川シーサイド、天王洲アイル、東京テレポート、そうね東京テレポート、天王洲アイル、ねえすってアイルって意味じゃないの、天王洲でよくない天王洲アイルって荒川リバーみたいなもんじゃん、マウント富士山みたいな、天王洲の巣ってアイルじゃね、でしょ、何天王洲アイルっておかしいでしょ、法隆寺テンプル天王洲アイル、アイル天王洲でいいじゃん、品川シーサイド、シーサイド、はあ、シーサイド、品川シーサイド、はあ、東京テレポート、はあ、
まあ、当時はかっこよかったんだろうね。でも東京テレポートでなんかクラクラするかっこいいなんて思わないっしょ。何、天皇エンペラー。そう。そう、あ、品川海浜、そうだよね。品川シーサイドよりは品川海浜、もしくは海浜品川ですよ。そっちの方が絶対にいいよね。東京だって私ね、東京テレポートって聞いた時にダッサーと思いましたけどね。でなんだって JR 東日本管内でも今年4月に栃木県内の何、両毛線っていうのかな、に開業した新駅は足利フラワーパークと名付けられた。まあフラワーパークって多分そのパークがあるんでしょうね。まあそれはそれは別にいいですけどね。はい、全国駅名辞典の著者で鉄道史研究家の星野慎太郎さんによると、カタカナを使った駅名は近くの施設名に由来するものが多く、今回のように一から名付けたのは珍しいという。車両基地の跡地をこれから再開発する開拓地のような場所なので、街づくりも含めて未来志向で考えたのでは。気になるのはその長さだ。日常会話では呼びにくいし、略称を考えるのにも苦労しそう。そうだよね。高輪ゲートウェイ、高輪ゲートっていうか、高ゲー、高輪だったらもう高輪でしょうよ。じゃあ品川で待ち合わせしようって、品川とか田町とか略さないもんね。高輪ゲートウェイで何時で長い。高輪ゲイ、あ、そう、高ゲイ、そうよね。都電荒川線も今東京桜トラムと名乗っている。都電荒川線でいいじゃん。東京桜トラム。ダッサー。何でもかんでも桜とかいやいいってもんじゃないしさ、トラム。都電でいいじゃん。トラム。はあ。そうですか。ほら。あそこ。あの、ディズニーランドのあるところ、駅、何ですか、駅名。舞浜ですよね。舞浜。はい。あの、由来知ってます？舞浜って。あれ、新しくできた駅なんですね。で、なんで舞浜ってつけたか知ってます？ディズニーランドといえばマイアミですよね。マイアミビーチから来てるんですよ。それで舞浜ってつけたんですよ。知ったら笑ってるでしょ。いや、だからそこをね、その浦安マイアミビーチってやっちゃうところを舞浜ってしたのはすごいセンスだと思うんですよ。もう江戸時代から舞浜っていう地名っぽいじゃないですか。歴史的にそうか。歴史的にそういう名前だと思うよね。だからね、センスあるんですよ、舞浜。あ、ビーチ前川じゃないよ。ビーチ前川じゃないですよ。だから舞浜って、普通に私も小学生の時にね、あのディズニーランドできたんですけど、普通に舞浜駅で降りてね、舞浜、あ、ここも舞浜っていう地名なのかなと思って、まさかマイアミビーチから来てるとは思わないですよ。いい名前ですよね。新しくつけたんだけど、昔からあるような気がする。これがですね、だって普通だったら、浦安マイアミビーチってなっちゃいます。浦安マイアミビーチ駅とかなっちゃいますよね。そうか。ビーチ、前川、浜、波の泡が散ってるような場所なのかと思いました。波の泡が散ってるかと思った。でもそういう場所ありそうだもんね。舞浜ね。そうですよ。だからそれを考えるとさ、高輪ゲートウェイは別にいいけどさ、外国人が聞いたらなんて思うの？ゲートウェイって一般語なの？これゲートウェイあんま聞かないよね、地名でね。だから、英語翻訳家の人に聞いてみると、ぴったりする言葉じゃない。ああ、やっぱ翻訳家の人が聞くとぴったりしないんだ。しないと言ってます。だから、下手くそにさ、あの外来語なんか使わない方がいいよ。ゲートウェイ。へぇ。多分これ造語なんじゃないの？ゲートとウェイで。ゲートウェイなんて言葉あんのかな？地名で見たこともないけどね。はい、続き読んでいきますよ。一方、住宅情報サイト、スモ。
スーモの池本編集長は、伝統的な地名が並ぶ山手線にキラキラネームをつける意外感が面白いと評価する。 SNS ではダサいといった声も多いが、 SNS の時代これだけ話題になるのはプロモーションとして大成功では、とこれただの炎上商法じゃねえかって感じですけどね。いやー、普通考えたら高輪だろうね。高輪ゲートウェイ、ということで、キラキラネームでございます。駅名もキラキラネームでございます。はい。